どうも皆さんこんにちは、こんばんは、リュウです。さあ本日なんですが、サメの領域デッキ強化版を組んできたんでやっていきたいと思います。サメの領域はね、全く修正になってませんので、なんか知らんけど今回牢獄にぶち込まれるのを回避しましたんで、まあこのデッキ結構環境トップと言っていいんじゃないかなと思ってるんですが、サメの領域デッキって今まで1枚初動のカードが大体まあ D はしかなかったということあったと思うんですけども、新パックにてね、カッターシャークっていうね、めちゃくちゃに強いモンスターが追加されまして、このカード、どっか逆襲のシャークデッキかなんかでも使いましたけども、自分のフィールド上の水属性モンスター相手対象にして、そのモンスターとレベルが同じでカード名が異なる魚族モンスター相手をデッキから特殊召喚できるよと、守備表示で。で、このカッターシャークで、要はまあ、サイレントアングラーとか出してきたりとか、できるわけですよ。なのでこいつも1枚初動になるわけですね、基本的には。だから1枚初動がなんとディーバとカッターシャークで6枚積んでやるっていうバカみたいな安定感を出すことが可能になりました。でしかもこいつから出てくるサメちゃんたちはスキルを使っていませんので、スキルを節約できるっていうのも強いですね。もうなんならこのディーバとか抜いて、カッターシャークだけで作ったデッキが前回の逆襲のシャークデッキだったんで、まあそれに今日はディーバーもねちゃんと入れてサメの領域デッキとして、使っていくっていう感じになりますね。でカッターシャークでね、要はカッターシャークかディーバーが引けてれば、まあ、動けるっちゃ動けるんですよ。まあこっちの方が強いですけど、もちろんディーバーを召喚して、で重装兵 を出してきて、でここでエクシーズしてこれ出した方がフリーチェーンの破壊なんで、もちろん強いんですけど、まあ、これ引けないっていうパターンもリベル中あるわけじゃないですか。どうしてもそういう時にカッターシャークから、まあ、スパイダーシャークをつなげていくという感じですね。でまあ、重装兵とか狙撃兵とかこの突撃兵とかは今まで通りの枚数で、よくて、でこの辺の魔法トラップはね環境によって変えればいいだけなんですけども、今一番やっぱなんかその強いと思ってるのがサンダードラゴンとかオヌマトとかの先行制圧のモンスターがきついんですよね。あれフォトンストリークバウンサーは結構きつくて、なんで今回は月の人ガン積みしてますけど、まあ、青眼とかが多いと清掃とか先行を吸い込むマジックミラーとかそっち系のカードを入ってたりとか、結構ねメタカードがね環境デッキによって変わってくるんでちょっと難しいんですけど、まあデモンズチェーンは絶対レビューニアとか止められるし、強いんで、まあ、これは多分ねサンダードラゴン対策でやっぱ1枚2枚ぐらいあった方がいいかなと思うんだけども、先行制圧きつすぎて月の書3枚っていうめちゃくちゃ高価なデッキになっております。セレクションボックス難民にとってはね結構厳しいデッキになってると思うんですが、ここだからない人は普通にまあ清掃とかデモのチェーンとかでもいいかなと思いますね。まあ展開がちょっと遅くなるんですけどね。だから次は先行でフォトンストリックバウンサーと出られると、ディーバー召喚のディーバーの方が通んないとかね、あるんで、まあでもその時でも一応重装兵があると、重装兵とか重装兵ディーバーとかで領域強引に使って強引に支援立てて、で支援の効果は別に無効にされても重装兵の方が無効になりませんので、まあフォトンストリックバウンサーを突破できるとかは結構あるんでね、まあそういった突破方法で突破していけばいいのかなと思うんで、まあ、一応ね先行制圧モンスターきつすぎて入れてますけども、まあここはお好みで、この辺のカードはお好みで入れていただければなというふうに思っております。早速、サメの領域デッキ、新サメの領域デッキやっていきましょう。領域展開していくぞ。デュエルスタンバイ。逃げたぎってきたぜ。宿命の対決だな、ユーマが。なんかこれなんか生放送の時にハル君が言ってたんですけども、今年なんか JR2 ワールド来るんじゃないみたいな話あって、なんか俺確かにって思ったんだよね。 JR2 ワールドってさ要するにバリアンズフォースたちの、バリアン世界の住人たち、だからナッシュとかああいうやつらがさ、ミザイルとかベクターとかあの辺が来るんじゃねえかなって言われてるんですよ。意外とそれなんか結構面白そうだなと思って、だ多分タキオンとかミザイルのタキオンとかね、なんだろうな、あとは今でもアリトとかはバーニングラクラめっちゃ来てるんですけど、まあ、例えばホーリーライトニング、要は柿尾のりあきさんのグロリアスヘローとか、ああいうのが来るかもしれないんで、なんか確かにそれはありだなと思いましたね。だから今年もしかしたら JR2 ワールドみたいな、コナミさん考えていたとしたらすげえ嬉しいですね。バリアン世界でそのうちサンダードラゴン OK、そのうちねなんだっけ、あ、曲、あ、それは違う、そ
それちょっときついな。強いね普通に。それはしょうがないね。まあ、墓地効果も特にないんで、まあ使う必要もねえな、あんまり。鎮炎も。墓地から除外された場合の方があるんで、サンダードラゴン止められないっていうね。これね、これレビオにあったらマジで終わるんだけど、地獄なんだけど、地獄起きんだけど、もうしゃあないわな。それもうさ、これはもうね、甘んじてなんか、レビオニアなしを、うわー、クロー入ってんのか。クロー入ってるデッキ？クロー入ってるデッキ結構辛いんだよね。重装兵の、あの効果、クローで除外されて無効にされるっていうパターン結構あるんで、クロー入ってると結構計画狂うみたいなことあって、まあこういうこと言ってるとすぐフラグ立つからやめておきたいんだけども。なるほどね。レビオニアマジでやめてほしい、本当に。ちょ、勘弁して、レビオニアだけ。マジで。はい、で鳥効果使ってレベル6を特殊召喚するのは別にいいわ。これ除外された場合の効果なんで深淵で止められないですよね。レビオニア、いや、あの墓地ひょいひょいだけ、墓地ひょいひょいひょいだけやめてもらっていいですか。あれマジで罪なんで。いや苦手なんだよね。あー、そっちは別にいいか、そっちは別にいい、そっちは別にいいわ。それは別にそんなに、それなんかフォトンストリークバンサーバトルフェイズはもう普通に、え、それ大丈夫？もう死ぬけど、あなた死ぬけど、普通にフォトンストリークバンサー終わるけど、いや言った通りになるやん。いやこれがきついって言ったやつ、うわ、フラグ建築士完璧だった、やばいマジで。俺やっぱフラグ建築するのうますぎるだろ、ふざけんなよ、フラグ建築するのうますぎないマジで、きっつきっつ、DD クロキッズ。でもカッターシャークめっちゃくんの強い。でカッターシャーク召喚 でカッター効果発動を、これ多分止めてくんじゃないかな、止めてこないか。でもここはあ止めてくる、なるほど、展開を止めてくる。サイレントアングラーの可能性は考えない、よかった。いや言うてね、あのモンスター突破する手段ないんですよ、言うてそんなには。なんで一応こうしますね、いけスパイダーシャーク特殊召喚、そしてバトルフェイズに入っていく。スパイダーシャークでアタック、スパイダートルネード、攻撃力を1000下げて突破できる。よし、これ多分ねカッターシャークだったら、カッターシャークで出てきたモンスターの効果止めちゃえばまあいいんじゃないかなと思いますね。あのフォトンストリークバンサーの使い方どころ、カッターシャークちょっと早いかなっていう、まあ、サレンタンクあるかもしれないんで、まあ、今のちょっと早いかなっていう気はするけどね。まあそういう時のために開口流シャークドレイクをね入れてるんですけどね、私は。雷鳥竜だろう、開口竜シャークドレイクは攻撃力が2800あるからフォトンストリークバウンサーを倒せるんだぜ。結構いいだろう、アドバンスセットいいだろう。で雷電流、あー、まあ、雷合流、まあ、雷合流はそんなに困んねえか。でもはい、あのセットあるんですよね、雷獣竜ですかね、雷電流ですかね、ちょっと分かりませんけども、でも言うてなんだよな、言うてそんなに辛くはないかなって言ったところ、まあ僕カッターシャークなんで、多分スパイダーシャーク、あ、出さない、え、出さない、じゃあカッターシャークだわ、出さないはさすがに甘えてんな、出さないはさすがに甘えてる。これスキル使わなくてもこうなりますからね、これからは。だからこれ深淵でしょ、深淵出して墓地効果止めれば、もうサンダードラゴンのリクルート効果サーチ効果入んないから、でこうして、で突き押し伏せて、でこれでこっち先打って、はい、これであなたは墓地効果使いませんけど大丈夫ですか、バトルフェイス墓地効果使いませんけども、対戦ありがとうございました。残念でしたね、ゆうまくん、まるで全然程遠いんだよね。さあお相手の方、アンチのみデュエル、どうせサンダードラゴンなんだろう、嬉しくないんだよな、もうなんか最近マジで、あのアンチのみレベルコピーのサンダードラゴンしかいないから、アンチのみと当たってさ俺テンション上がるかなと思ってたんだけどさ、あ、テックジーナスだ、テックジーナスだった、嬉しい。このテックジーナス、ミセラサウルスとかいう、このこいつの効果めっちゃ強いよね、こいつめちゃくちゃ強いわ。でしかもなんかラプトル、最悪そのラプトルが破壊されてなんかエンドフェーズにね、あのサーペント持ってくるっていう効果も強いし、普通にやべ強っ。
やっべ強っ。さあテックジーナススクリューサーペントとラプターで、これはもうハッピーセットが揃ってるんで、あれですね、ハッピーセットからのまあ何でも、まあハルバードキャノンがめちゃくちゃ辛いっていう話はありますけども、ハルバードキャノンはなんとかデッキトップ月の章ないとマジでやることないっていう、こっちカードセットしかやることないっていうね、どうせ無効にされるとワンキルされるんで、カードセットしかやることないみたいな話はあるんですけども、いやどっちにしても重装兵から入ってもディーバから入っても全部無効にされるんで、やっぱハルバードキャノンってめっちゃ強いんですよね。さあハルバードキャノン、あれですかね、どっち、あワンダーマルシャン、ブラローしたいのかな、ブラローかもしれないね、こちらね、ブラローニマルの、いやテックジラスデッキの展開ルートは結構細かく私解説しますんで、解説動画をご覧ください。あんまり解説動画とか私出さないんですけども、テックジラスデッキはなぜか出すっていうね、好きなデッキには貪欲、好きなデッキと嫌いなデッキの差がはっきりしている、そんな実況者です。ドロー、あ無理、無理でもないか、そのブラローオニマルの構えは別にそんなに無理ではないな。とりあえず10、あディーバか、ディーバ召喚でディーバ効果発動、ここでブラローして来られるとガチできつい、これはきつい、ここあと通った、あでも通ったんだったら、これ通ったんだったら、ブラロー飛んでくるんでしょ、ブラローニマルの回避多分できるな、サメの領域使って で、これスパイダーシャークですね。ブラローニマルの回避の仕方ちょっと お教えしますね。こうしてですね、でスパイダーシャーク出すと、スパイダーシャークを出していくといったところ、さあスパイダーシャークを出していくといったところで、これでバトルフェーズに入ると、バトルフェーズ入る作業をすると、そうすると相手はもう撃つしかないと、ブラローニマルを、はい、スターガーディアンの効果、これねサイクレーム入ってると結構強いんだよね、サイクレーム特殊っていうパターンがあるんで、サイクレームで飛ぶっていうパターンがあるんで、それはそれで強いんですよね。さあワンダーマジシャンの効果で、まあでもこれブラローニマルですよね、ブラローニマルして、でバチコールド破壊されて、でオニマル来ると、でスパイダーシャーク効果なので、これメインフェーズ中なんですよ。だから重装兵を出してきて、でこれ召喚権が余ってるので、だからディーバーもディーバーかな、まあまあスキルはないんでね、ディーバー召喚してディーバー効果で、重装兵出してきて、でここでシンクロしていくと、まあこっちの方がいいですかね、破壊できないんで、まあ戻してもいいんですけど、まあこっちの方がいいでしょうね多分。これ戦闘で破壊しちゃった方が多分なんか相手の盤面、相手のターンに変えた時の耐久力が高いんで、こっちの方が強いなっていう。はい、どうよこれ、ブラローニマルも余裕で突破できんだよこっちはよ。まあでも今のはちなみにブラローニマルのタイミングとしては、ディーバ召喚で重装兵着地の後にブラローニマルした方がいいです。だからああいうこと起きるんで、だからそこが一番そのなんだろうな、ブラローニマルの有効なタイミング、そしたらもうほとんどモンスター出てこないから。さあミセラサウルスの効果、いやでもミセラさ強えなそれ、あれ俺またここ返されるの、これ返されるっていう話ある、4枚除外、あもうラプトルいないパターン、8シンクロ入ってんのかな、8シンクロ入ってんのかな、入ってね、よし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 やったぜ入ってなかったぜ。重装兵を召喚、衝撃兵でいいか、衝撃兵を召喚、いや、あとサメの領域だ、対策が分かっていれば何でもできるんだよな。まあ一応深淵か、一応そうはいっても深淵だな、こことここでエクシーズ召喚、見えたぎってきたぜ、ブラローオニマルはイラッとくるぜ。カードを1枚セットさせてもらおう、バトルフェイス、お魚パンチ、お魚パンチ。実はブラローオニマルってね、そんなに強くないんですよ、実は
デュエル。さあお相手の方アンチのみ、どうせサンダードラゴンなんだろう。あでもスキルセットデルタアクセルじゃん。きた、よくスキル見てなかった、すまねえアンチのみ。あハンドガンギマってんだ、つえハンドガンギマってんの強えな、チキショウ。ハンドガンギマってんの強えな、チキショウ。まあでもね、ハレバードキャノンはね、言うてチェーン2で破壊してあげればまあ一応出てこないんで、まあ狡猾をなんとかしてチェーン2で発動したいと、言ったところなんですが、チェーン1でね破壊してしまうとハレバードキャノンです、ブレードガンナーとか出てくるんだけども、狡猾をねうまいこと使うことによって、まあ相手のハレバードキャノンのリクルトというか、まあ蘇生効果は止めれるんで、さあ、ブースターラプト、ブースターラプトとテクチャスクーサーペットでワンダー、あーブラローニマルの構えね、ブラローニマルの構え、なるほど、ブラローニマルの構えはスパイダーシャークすればいいってお母さんが言ってたんだけど、あーなるほど、これはでもワンチャンいますね、サレンダングルあるん でディーバー効果使ってで、重装兵出してきて、いやこれまただってここで打たなければいけないんですよ相手で、スキル使って、あーやべえ分かり手だ、これは分かり手、あそれはね、いやそれ分かり手かもしんない、いやこれね言うてね意外と待っちゃう人多いんですけど、これブラック、いや そのタイミングがうまい、そうなんですよ、ここなんですよ、サミの領域はこのタイミングでブラローニマルするのが一番強いんですよ。なんでかっていうと、もう蘇ってこないんで召喚剣使っちゃったからもうこれ出せないんですよ俺。で鬼丸は効果では破壊されないと。いやこれはうまい、そうこういうことなんです、ブラロー鬼丸のタイミングは間違えてはいけないっていうのはこういうこと。なんかテックチーナス解説動画になったんだが、この動画神動画か